ドイチャン村でのコーヒー生産対王国は2014年現在において世界有数のコーヒー生産国の一つである。ロブスタ種が生産校の99%を占めアジア第三位のコーヒー生産国である。1891年の通商委員会の開放は当時最適な土地柄と良好な気候下におけるコーヒー栽培は他の農産物よりも大きな利益をもたらしているが、 ジャバは、かつての3分の1しか輸出していないと研究している。チエンライ県ムアンチエンライ群のコーヒーの木の、種苗ショロブスタ種が主力種であり、タイに莫大な経済的利益をもたらしている。アラビカ種は、タイ北部で生産されている。タイ南部では、チュムポーン県、スラートターニー県、ナコーンシータンマラート県、クラビー県、パンガー県、 ラノーン県の6県で生産されており、その面積は67,831.52ヘクタールに及ぶ。南部で生産されているロブスタ種は8万トンで、北部で生産されているのはアラビカ種のみで約500トンである。ロブスタ種のうち2万トンは国内でインスタントコーヒー、焙煎コーヒー、パウダーコーヒー、缶コーヒーとして消費される。 有機コーヒーは標高800メートルから1200メートルの高地での栽培が適しているとされている。コーヒーは日陰でも明けた日向でも生育する。高台の地域ではコーヒーの木の観測も行われている。北部のミャンマー・トラオスの国境地帯でのコーヒー生産は太陽質によってアヘンの代替作物への添作のために始められた。タイ 国際連合農産物添削、コミュニティ開発プロジェクトの下でのコーヒー工作は、アヘンの代替作物への添削として試験的に開始されたものである。高知の部族を含む、どの形態の農家にでも生産的であるとして、アラビカ種の栽培が奨励されている。2013年の国連食料農業機関の統計によると、コーヒー作付け面積は5万千ヘクタール。 生産口は5万トンであった。ヘクタールあたりの収穫口は9804ヘクトグラムで世界第18位であった。今日のタイでは良質のコーヒーを生産することが可能である。2015年にドイトゥンとドイちゃんの2つのコーヒーが欧州連合に地理的表示として保護された。ありがとうございます。